みどり、はい、おはよう。おはようございます。お別れお別れと言いながら出てくるね、お前確かに出てくるな、はい久々だ、今日は。はい、あおちゃんな。はい、兄弟。はい、隣接の兄弟。はい、一番古いでな、何回か見たことあると思うんですけど、視聴者皆さん。はい、めちゃめちゃやっぱ車綺麗だわ、見て。はい、私職人は車も綺麗。はい、本当にな。今日日曜の午後みたいじゃない。確かに。めっちゃ静かじゃない。はい、なんかのどかですね。のどかだよな。はい。あ、これちょっと開けとくんか。あ、車は少ない。こんなのつけとくわ。多分ここに引っ掛けるんだろう。あー、すごい。そうすると開けたり閉めたりしにいいな。あ、現場で。わかんない、そんな。はい。すごいわ。ガチャってやるの。この1秒、2秒。ってことだろ、はい、その世界だぞお前。はい、で削って削って削りまくってたぞ。はい、まあ本当に関東のな、あの関東出店でさ、はい、結構言われてるじゃん、はい、関東では戦えないよとか、あ、安いだけじゃ取れないよって、はい、なめとんか塗り替え道場の儲けが、はい、で中部地区でそれは関東行ったら同じ値段で売れんかもしれんけどな、あ、向こうの地域性があるもんで。これ見て、いつもあれなんだわ、俺も車乗ると2人で乗ってるで、普通前に2人乗るじゃん、はい、絶対後ろに乗ってるもんな絶対がこれなんかプライベートルームになってるもんな2人で社長室みたいな感じで、隣同士並ばないんですか。並ばない、兄弟だからじゃない、やっぱ。逆にですか、うん、ちなみにこれ今日はね、お客さんにアポ取っとるけど、職人アポ取ってないんで電話取る、電話するって嫌がるから、はい、写さんでくれって言って、企業秘密って言って現場見ても本当に綺麗だわ。はい、これ表情がやっぱ違うだろう。はい、全然違います。違うだろ、お前も現場管理だったら分かるよな。はい、あとこのブルーシートまで全部かけとるよ。はい、そう、はすごいですね。思わなかった、来てるんですよな。いや、これは思いました。あ、はい、もう絶対に使うように今全部巻いとるもんな。きっちりやったらもう最後までもう二度手間絶対ないようにやってるよな、仕事。はい、その分いい仕事を早くできるよな、塗り分けだな。はい、あ、これ塗ったばっかじゃん、これまだ一発か。おらおら、いました、おらおら何かコソコソやってるみたいな気をつけて、はい、めっちゃコソコソしてるみたいやんけ、音が鳴ったんか。反対から行った方が楽かもしれん。こっちから行く？狭い。ちょっと反対から行くか。ちょっと狭い。あ、屋根、屋根か。屋根だよ。パツリ通りや。はい、もう塗っとるのが新品なのか分からん。めちゃくちゃ綺麗やばいな、ほんとどうやって塗るんだろうな、これ。道具が違うのかな、はい、塗り方が違うの、なんでこんな塗り方できるんだろう。塗ったみたいな、拭いたみたいな感じじゃん。はい、だけどこれよく見たらハゲで塗ってるよな。はい、すごいな、この塗り、はい、だって拭いたらそれ綺麗になるじゃん拭いたみたいなと思う、はい、てめえが限りなく出てねえもんな。すごいな、やっぱな。ありえんな。化け物だわ。塗装のお化けだわ。です。お見た。お疲れ様です。やっぱ塗装の化け物だね。うわ、これすごいね。やっぱ全部ハケだ。ローラー使わない。基本は。モフラーはハケだね。ハケ目がほとんどね、もう拭いたみたいな塗り方しましょう。どういうコツがあるの？これ視聴者に教えてほしいよ、コツを。コツ？うん。なんでこんなになるの？ほんと、化け物じゃん、これ。化け物じゃん、新品に変えたみたいな。新品に変えたみたいな。塗ってないかなと思ったわ、向こう側で見とってさ。こそこそ見とったんだけど。まだ本当だけど、これまだ下塗りだね。もう一発じゃん、向こう側も。そうそう。もう塗らんでいいよ、うん、すごいね、うん、やっぱダントツ塗り替え道場1かな。
まあまあみんな綺麗だけどね、手上げ氏も浜野さんたちもね。動画見ました？たまに見てます。まだまだだなって感じ。いや、それまだだけど僕らできることはやってるもんね、うん、あのよく刷毛持ちながらローラーとか、あー、僕らそういうのやれないですよ。あ、逆に僕らも刷毛なら刷毛、うん、ローラーならローラー。あー、その感じ。あー、なるほどね。逆にああいうのでまた、あ、だからよくやれるな、まあ、そういう人もおるもんで。ああ、そういうことか。ローラーと刷毛の目が出ちゃうんですよね。ああ、そういうことか。ここで一緒にやってった方がまあ綺麗。ああ、そうだね。後に、ああ、後でやらんだけ。まあ一応僕らもそういうこと考えながらやっとるので、だけど。うん。ああ、それで出んように。そうそうそう。はあ、すごいわ。やっぱ考えとんだ。それもじゃあどうやって後から、どうやって攻めてったら、後でその、ハケとそのローラーのつなぎのところだよね、結局。それをどう逃げていくかっていうか。でまあ、今回こういう、うん、あの外壁だからまあいいんですけど、うん、まあ、リシンとか、うん、結構吹き付けしてあるところは、うん、僕らもハケやって、うん、ローラーやる、うん、1面ずつとか。ああやる。そうせんとも絶対出るもんね、ハケには。あ、そういうことね。一緒には持たんけど、そうそう、こういう外壁だったら全然問題ないもんね。うん、あ、リシンとかだったら、そうそう、もうその日のうちにそっち面々で落としていかんと。そう、もう一面ずつ一マスずつできた。はあ、これはすごいな。見ちゃうね。今日あんまり俺喋らん方がいいね。それ何なんですか。ラベンダー。あ、そういうんですか。うん、ちょっと技もどうしてもこれ色違いなので、うん、ハケだと絶対ピチャーなって。ああ、そうかそうか、中入れれんもんで。そうそう、あ、絶対にもうこっちにつけんように。できるだけどうしても、まあ、これでもつくけど、うん、みんなつくよね。でもぶっちゃけね、ついてもまあ接さん見てないでいいかなっていうのもあるよね。見えへんでね、実際に。そこの裏側塗っとんだ、これの。そうそう、わざわざこの金具の見えるもんで。ああ、この革具のこっち見て、金具だけちゃんとハゲ突っ込んどんだと。へえ、ベンダーで塗っとるもんで、そこなんか塗らんでいいや、下から見えへんや、うん、だけどその金具だけだよ、この違いだよ、このね、塗ってないところで、これ塗ったところだな。うわ、これ本当にすごいわ。はい、やっぱね、仕事がありえんね。基本がありえんわ、もう。ね、どこ塗るんですか。あ、ここ、ちょうどいいね。うわ、とっとる。うわ、とっとる。今気づいた。いや、きついな。これね、どうすかね。ダメか。ダメか。すごい、やっぱ、あの通りね。あれ、2発のとこみたいな、2発のとこね。あれ、パスなんだけどね。あれ、いいね、最初は。うん。もう一個一個がありえんね、やっぱ。本当にね、昔にとってあれができるね。指名制でね。視聴者の皆さん、本当に、まこ、あ、ちゃんだって指名制だったら、5万円ついたぐらいで。本当にもうレジェンド級だね、マジで。たっぷり塗ってね、うん、この音がいいですね。懐かしい、はい、俺も塗っとったよ。俺も半年塗っとったよ、分かるだろ。はい、やっぱ違う。あの問いお前出せん、はい、出せません。ハケやってみる、ハケで例えやってみる。出せないと思います。そう、問い養生する人と養生しない人はどっちがいいの。どうしてもこの下塗り、これ男性だもんで、うん、かかったらちょっとペーパーって、あ、男性多分ちょっと肉厚が、うんうん、ついてるもんで、ね、当てきれないんだ、やっぱ、うん、簡単に取れんのは綺麗はね、うん、芯なら洗ってもうすぐ手間食っちゃうもんね。あなたはもう養生、時間食っても養生先やった方が、うんうんうん、こんな別にそんな大した時間変わらんもんで、うん、養生しないと、うん、たまにいますね。これ何の限界にこれ養生したんですか。え、どこがですか。ルーシー。ああ、普段車おるんですよ。ああ、そういうことか。うん、まあいなくても俺らやっとんだけど。絶対やるんだ、こうやって、うん、はあ、やっ
とか絶対にかからない、絶対ミスないでしょうな、はい、指名で出てさ、こうやって YouTube 見てはぜひ指名で行きたいって言ってさ、まあ、見積もりで契約取ってからだけどね、その時場所によるけど1時間圏内ぐらいで行く？あ、それはもう全然行ってます。1時間だったら、ね、うん、1時間だったら結構行くわな。ぜひ皆さん、視聴者の皆さん見とったらさ、はい、マウント指名料は本人に直接渡してくれていいで、あ、俺が別にピンハネするとかじゃなくて、はい、職人さんに直接渡すぐらいの気持ちでいいから、はい、うん、その分もやるじゃん、ほんとね、はい、まあじゃあ終わりましょうか、はい、はい、じゃあちょっと今日は真面目な話になりましたが、はい、また塗装の動画も上げていきますので、はい、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。あ、外気塗装のマッチングサイト、ぜひまた塗装の、ね、親方でやっとんだったら、あのマッチングサイトで、これも本当にいいものを安く提供するっていうのは醍醐味だと思うからさ、僕は今ごちゃなしみたいな職人がね、マッチングサイト登録してお客様と直接やる、その代わり打ち合わせとかも大変だと思うんだけど、あのちょっとアプリでうまいこと見積もりとかも簡単に出せるよね、はい、ドレアカとか 2,3 人でやってるような塗装屋さんが登録してくれたらぜひできますんで、今も600社700社ぐらい超えて6月1日に公開予定なんで、はい、ぜひそちらの方も、あの本当にね、それまでに登録しておかないと、あの有料化してもう一回止めちゃうから、6月1日にリリースして、はい、で2ヶ月3ヶ月ちょっと使ってみてもっと改善出してから有料化にしていこうかなっていう大きな流れがあるんで、それが伸びる伸びんっていうのは別として、開発がやっぱ本当にいいものを提供してちゃんとお金もらえるものを作ってお金もらいたいから、はい、ぜひそちらの方よろしくお願いします。またねー。